ジョン・ブロムウィッチ、ジョン・ブロムウィッチ、ジョン・ブロミッチ、1918年11月14日から1999年10月21日は、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州小柄出身の男子テニス選手。フルネームは、ジョン・エドワード・ブロミッチ、ジョン・エドワード・ブロムウィッチという、第二次世界大戦の戦前と戦後の両方の時代を、またいで、 四大大会タイトルを獲得した選手として知られ、1939年と1946年に、全豪選手権の男子シングルスで2勝を挙げたが、ダブルスで優れた技量を発揮し、とりわけ5歳年上のエイドリアン・クイストと組んで、全豪選手権の男子ダブルス部門に、8連を達成した。ブロムウィッチはまた、非常に珍しい量的機のテニス選手としても、有名だった。 本来は左利きであったが、フォアハンドストロークを両手で打ち、サーブは右打ちで両腕を自在に使いこなすことができた。テニスのラケットもガットを非常に緩く張り、繊細なタッチのボールで相手選手を自在に翻弄した。戦時中はイギリス空軍に勤務し、終戦後テニスに復帰した。ジョン・ブロムウィッチは1937年から1939年まで、 3年連続で全豪選手権の男子シングルス決勝に進出した。初めての決勝戦で敗れた相手は同じオーストラリアのビビアン・マグラスであった。1937年から男子テニス国別対抗戦、デビスカップのオーストラリア代表選手となる。1938年の全豪選手権でブロムウィッチは男子シングルス、男子ダブルス、混合ダブルスの3部門すべてで、 決進出を果たし、エイドリアン・クイストと組んだ男子ダブルスと、マーガレット・ウィルソンとの混合ダブルスの2部門で優勝したが、男子シングルスでは、アメリカのドン・バッチに敗れて2年連の準優勝に終わった。この年から、ブロム・グウィッチとクイストによる全豪選手権男子ダブルス、8連覇の記録が始まった。バッチはこの年に、テニス史上最初の年間グランドスラムを達成し、 ブロムウィッチを破った全豪決勝がその出発点となった。同年のデビスカップでオーストラリアチームが8月12日から14日のアメリカンゾーン決勝で日本と対戦したとき、ブロムウィッチは第一試合のシングルスで山岸二郎に0から6、6から3、5から7、4から6で敗れてしまった。これは山岸のテニス経歴で最大の勝利であり、 戦前の日本男子テニスの歴史を通じても際立っている。第3試合のダブルスでブロムウィッチとクーイストは山岸と中野文章のペアに勝ち、第4試合でオーストラリアチームの勝利が決まった後、最終第5試合のシングルスでブロムウィッチは中野と一の6、6から1、4から6、12から12のスコアで引き分けた。ブロムウィッチが デハイ代表選手であった間、日本との対戦は、この一度だけであった。1939年、ブロムウィッチは、全豪選手権の男子シングルス決勝で、クイストを6から4、6から1、6から3のストレートで破り、3度目の挑戦で、ようやく全豪初優勝を果たした。二人は1939年、全米選手権のダブルスでも優勝を飾ったが、 その直前に第二次世界大戦の戦線復刻が発令されていた。1940年全豪選手権の後、戦争の影響で全米選手権を除くテニス四大大会が開催止めとなる。ブロムウィッチは戦時中、イギリス空軍に勤務した。1945年に第二次世界大戦が終結し、翌1946年からテニス四大大会も再開された。 ブロムウィッチもクイストも戦争から無事に帰還を果たし、二人は全豪選手権男子ダブルスでペアとしての4連を達成した。ブロムウィッチは男子シングルスでも4度目の決勝に進出し、同じオーストラリアのディニー・ペールズを5から7、6から3、7から5、3から6、6から2で破って7年ぶり2度目の優勝を果たした。戦争による5年間の中断を挟み、二人は 戦前と戦後の時代をまたいで四大大会タイトルを獲得した選手としてテニスの歴史に名前を刻んだ。しかし、1947年から1949年にブロムウィッチは全豪選手権のシングルスで3年連続の準優勝とまりに終わった。1947年はペールズとの2年連続決勝対決に敗れ、1948年はクイスト、 1949年はフランク・セッチマンに敗れたため、ブロムウィッチの全豪決勝は通算2勝5敗で終わった。1948年、ジョン・ブロムウィッチはウィンブルドン選手権で初めての決勝に進出したが、ボブ・ハルケンバーグに5から7、6から0、2から6、6から3、5から7で敗れ、ウィンブルドン優勝のチャンスを逃した。このブロムウィッチは、 最終第5セットで5から3のリードを奪い、第9ゲームで40から15の場面を迎えたが、3本のマッチポイント、このポイントを取れば勝敗が決まるを、ファルケンバーグに逆転出てしまった。ウィンブルドンでのブロムウィッチは、男子ダブルスで1948年と1950年に2勝を挙げ、混合ダブルスでも1947年と1948年に、 ルイーズ・ブラフと組んだ2連覇がある。全米選手権では1947年に混合ダブルスでブラフと組んで優勝し、男子ダブルスでは1949年と1950年に2連覇を達成した。ブロムウィッチは男子ダブルスの試合では昔からの親友エイドリアン・クイストのみならず、フランクセッチマンやウィリアム・シートウェルと組むこともあった。対照的にクイストは ブロムウィッチ以外の選手とペアを組むことは、ほとんどなかった。1 9五十年、ブロムウィッチとクーイストは、全豪選手権男子ダブルスで、八連覇を達成し、同年にこのコンビで、ウィンブルドン選手権男子ダブルスも制した。しかし、1五十一年の全豪選手権、男子ダブルスで、ブロムウィッチとクーイストは、新鋭のフランク・セッチマン&、ケンマグレガー組に級から11、 6から2、3から6、6から4、3から6のフルセットで敗れ、このペアの全豪選手権男子ダブルス連勝記録は8連覇で止まった。この時ブロムウィッチは32歳、クイストは37歳を迎えていた。ブロムウィッチは1954年の全豪選手権を最後に競技テニスを退いたが、最後の全豪では男子シングルスでベスト4に入り、混合ダブルスでは ベリルペンローズと組んで準優勝している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。